はい、どうも皆さんこんばんは、ウニクロマルです。いや、最近ね、結構災害とかって多いじゃないですか。まあ本当にね、地震とかいろいろあったりして大変だなと思うんですけども、まあ今後ですね、この地球上でさらなる災害、もっと大きな災害がね、起こるかもしれないということで、その危機対策として、こういったゲームね、ちょっと見つけましたので、今回はこのゲームやっていきたいなと思います。まあスマホのゲームではあるんですけども、ソーラースマッシュといってね、まあ一部界隈では地球破壊ゲームなんか言われてるんですけども、まあとりあえずやってみましょう。見せた方が早い。やってきまして、スワイプトゥームーブカメラ。まあ今回ね、初見で初めてやるにはやるんですけども、これは何？これは地球か？わかんねえな。まあとりあえず、ああ、地球に戻りましたね。はい。こういった地球があるわけなんですけども、まあ右側にね、いろんなものがありまして、これなんだ？これなんでしょうね。隕石とかかな？まあ、もし地球に隕石が降ってきたとしたら、っていうのをね、やってみましょうか。ジャパンはどこ？ああ、めちゃめちゃなんか綺麗ですね。日本。日本どこだ？これは、なんか、ヨーロッパみたいなとこですよね。あ、これか。これが、日本か。じゃあ、もし、この太平洋に、隕石が落ちたらどうなるかっていうのをやってみましょうか。はい。これでタップすればいい。おわーっと、実績ロック解除しちゃうわ。はい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 。なるほどね。この太平洋に一個隕石が落ちただけで日本消えちゃうんだな。はー、なるほどな。じゃあとりあえず、ポン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 、ちょっと撃ってみましょうか。はいはいはい。あ、なるほどね。こういった形になるんですね。まあ、隕石が落ちてしまえば、まあ、日本人は全然助からないという形みたいですね。じゃあ、これを元に戻すには、あ、これか。惑星をリセットします。はい。じゃあもう一回綺麗な地球になりましたけども、ああ、今回は日本晴れですね。じゃあ他のもの、これはなんだ？月っぽいけど。じゃあちょっとバックして、もし月が地球に墜落するようなことがあればどうなるのか。一回見てみましょうか。ほい。はいはいはい。はいはいはい。近づいてきて、近づいてきて。ドーンと。うわお。あららららら。はい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 。衝撃波が地球を覆いまして、はい、一周しますと。はあ。なんか、食べかけのリンゴみたいになるんですね。なるほど。じゃあ月がもし地球に落ちるようなことがあれば、大体世界中の人々を助からないという意味ですね。ははは。はなるほどな。これは勉強になるわ。おっと、なんか CM が来ましたけども。はい、キノコ伝説ですね。まあ、しょっちゅう最近見ますよね。ちょっとうるさいわ。しょっちゅうこの CM 見るんですが。はいはいはい。PS5 がスイッチが当たりますという形ですね。OK, OK。はい。じゃあ元の地球に戻ってきましたけども。じゃあ今度はですね、ミサイル。まあね、今後ね、核戦争が起きるみたいなね、噂もあるわけじゃないですか。それがね、もし、本当に起こってしまったらどうなるかっていうのをね、確かめてみましょう。よその国を攻撃するのはちょっと気が引けますが、ちょっとあんまり日本ばかりね、攻撃しててもしょうがないので、まあ明るいとこ行こうか。まあ、決してね、これ、タイがあるわけじゃないですよ。どの国が嫌いとかね、そういうのがあるわけじゃないんですけど、ただシンプルに、まあ今、昼間の方が見やすいので、やらさせてもらうという形なんですけども、じゃあミサイルちょっと落としてみましょう。ピュー。はいはいはい。どっから飛んできてんだっていう話はありますけども、おっと、アマゾンが配達中であると。はいはいはい。まあおっちゃい。まあスマホのゲームなんでね、こういったことがね、多々あるんですけども、はい、ということでですね。ちょっとミサイル撃ち込んでみたんですけども、ミサイル4発で結構なダメージになるんですね。なるほどね。これは何？これは？ポイッと。押すと？おーおーおー、衛星兵器みたいなやつかな？はい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 。結構強力な兵器ばっかりですね、このゲームに入ってんのって。はいはいはい。めちゃめちゃ撃ち込んで、まだ撃つ。まだ撃っちゃう。ほほー？まだ撃つんだね。何のミサイルなんでしょうね。こ
こんだけ打ち込んで、こんな地球がね、えぐれてしまうっていうぐらいの威力ということは、やっぱ、核ミサイルみたいな感じなのかな？じゃあ次に、これ、爆弾。おっ、なんか刺さりましたね。刺さって、刺さって、で、この、ボムボタンで、なんかなるってこと？わお！なんちゅう威力。はぁ。あー、なるほどね。どんぐらいの威力の爆弾かは知りませんけども、こんなに地球がえぐれる爆弾っていうのが存在するのかな？そう考えるとちょっと怖いですよね。じゃあ一回リセットしまして。もし、じゃあね、今後ね、もしね、もしかしたら宇宙人もね、襲ってくる可能性もあるわけじゃないですか。じゃあ宇宙人がもし襲ってきたらどうなんのということを検証してみたいなと思います。これは何でしょうね。はい。お、なんか、ああ、なんか気持ち悪い、気持ち悪い。はい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 。あらら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 ら。なんかリンゴにたかるハエみたいになってますけども。うわーを去っていくと。何しに来たんでしょう、この虫みたいなエイリアンは。ああ、なるほどね。こんな感じになるな。じゃあミルワームみたいなのが来たらどうなる？じゃあこの辺で。来る？あ、来た。来た。来た来た来た。あ、こういう宇宙人もね、もしかしたらいるかもしれないですからね。どうなるんだろう。ああ、パクンチョして。ずり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 入っていくと。わー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 。あらら、あらららら。ああ、はいはいはい。で？どこ行った？中入って、おお、出てきてる。気持ち悪い。で、左側にね、現在の地球の人口が乗ってるんですけども、どん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 減ってってますね。7B ってことは、なんだろう。7億人とかってこと？わあ、それで帰っていくんですね。まあ、もし地球に宇宙人が到来したら、まあ、一気にね、こんな被害が出てしまうと。いう形みたいですね。まあ、こんな被害が出たら、たとえ生き残ったとしても多分暮らしてはいけないっすよね。わかんないけど。まあ、地球環境とかはね、一気に変わってしまって、まあ、人間はもはや住むことができないと、いう形になりそうではあるが。お、また来た。また来た。もう行って。はい、じゃあ、おっと、また CM が、またエイリアンの CM ですね、これね。何かリンクしてるんでしょうか。はい、じゃあ、また綺麗な地球に戻ってきまして、これは何だろう。これ、レーザービームみたいなやつかな。これを押すと、ぽい。わっ！シンプルになんか打ち込みましたけども。ま、おっと、見つった。ま、海であれば、そんなに被害はないですね、やっぱね。うん。じゃあ、海でちょっと、レーザービーム打ってみましょうか。てい。わお。わお。わあ、結構威力が強い、また。ただね、雲が晴れてね、結構見やすくはなりましたね。じゃあ、もうちょっと日本綺麗に見たいので、近めで、雲を吹き飛ばす。おえ。おえおえおえ。あったったった、ただ日本が消滅してしまった。はあ、なるほどね。この赤いレーザービーム2発で、日本はなくなっちゃうんだ。ほほん？はい。これ何発持ったらどうなる？トン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 。とりあえず、何回も打ち込んでみる。これ一体どういう武器なんでしょうね。おーっと、めっちゃ穴開いたわ。で？あ、反対側にも穴が開いてる。多分、ドラゴンボールとかで、悟空とかはね、カメハメハとかよく撃つじゃないですか。多分これぐらいの威力ってことなんでしょうね。まあ、これは迷惑だわ。よそへ戦ってくれっていう感じはします。で、これなんだろう。雪のマーク。おっと。お？なんでしょう。ビーッ。あ、レーザービームみたいな感じなんですね。あ、これはなんか凍るみたいな感じなんか。もし地球が氷河期に戻ってしまったらみたいな。そんなシミュレーションをできるみたいですね。カッチカチやがな。ああ、やっぱ寒冷化してしまうと、やっぱ人って暮らしていけないんですね。こんな感じでね。
もし、ここどこだ？ここはどこでしょうか？わかりませんが。よいしょ。アフリカとか？もしアフリカ大陸が凍ってしまったら、こんな感じでね、どん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 左にある人口が減ってってますんで、やっぱ人はね、生きていけないと、そういったことなんでしょうね。で、これは何だろう？ほい。おっと、レーザービーム。一発で地球に穴開くんですね。ほぉ？ポン。わおー。わお、綺麗に穴が開く。これがカメハメハか。なるほどな。ほい。なんかちょっと可愛いけどね。ほい。ほらほらほら。なんかね、iPhone とかの絵文字にあるような顔文字みたい。ちょっと可愛いこれ。で、これは宇宙戦艦ヤマトみたいな感じ？はい。あ、来た。ボソンジャンプですね、これね。機動戦艦ナデシコみたいな。そんな技術ではあるが。よく SF とかのアニメとかでね、見るような宇宙船ですよ、これは。ガンダムとかにも出てきそう。はいはい、横から撃つんだ。なんか手法がね、こんな、おっと、見にくいが。このね、なんて言うんだろう。正面からね、ぶっ飛んで一気に破壊するのかなと思いましたけども、まさかのね、側面からミサイルを撃ち込むと、いう形みたいですね。なるほど。はいはい。おー、ボソンジャンプしてったわ。じゃあこれは何？はい。衛星兵器みたいな？はいはいはい。ソーラーキャノンですね。おいー。おい、かっこいい。お、めっちゃチャージして。うわー、強い。強いですね。はい、もう、で、お前いつまで撃ってんだ？もういいでしょ。あ、地球は？地球は赤くなって？わおー。一つの惑星を破壊した。あ、これでなんか経験値とか得られるゲームなんですね、これ。初めて知ったわ。はい、じゃあまた綺麗な地球にやってきましたけども、結構ね、他にも宇宙人がいっぱいいそうなので、これちょっと気になったんですよね。これなんだろう？ゼントラーディ人みたいな感じかな？あのね、マクロスに出てくる。はい。おーおーおお、でかい！でかいぞ！お、聖剣好き。わーおー。これはもうひとたまりもないでしょ、地球もね。なるほど。すごい聖剣ひと月で、こんなにも地球が、へこんでしまうと。よくわかんないやつで。ドラゴン。あ、ドラゴンっぽい。ファイヤーして。まあ、これが真のモンスターハンターですよね。こういったモンスターを討伐してこその真のハンターであると。ハンターランク2000ぐらいでしょうね、これね。まあ、たまらんがな。こんなん討伐しろと言われても。もう諦めそうになるが。この辺で、もしブラックホールが発生したらどうなるのか。っていうのをちょっとやってみましょう。ほい。ほい。あ、こうやって吸われていくんだ。わお。わお。あ、やっぱ結構な被害出ちゃうんですね。なるほど。じゃあこの雷は？はい。わお、サンダー。結構な威力の雷ですよ、これ。はいはいはい。うわ、地球がどんどんなんか、なんだろう。まあ、綺麗。ちょっと幻想的ではあるが。ちょっともう、一発行こうか。はい。ああ、綺麗。とても綺麗ですね。はい。まあ、これ、ここまで行ったらもう地球と呼んでいいものかは、ちょっとわかりませんが。はい。ということでですね。地球にもし災害、まあ、地震とかね、台風とかね、それ以上の大災害が起きたらどうなんの？ということをね、学べるゲームでした。まあ、一言で言うとね、くだんねえですね。